これは、一致の15年の我慢と辛抱のお話です。貯金箱、それに詰まっているものは、お金ではなく愛であった。キャッシュレス決済が主流になっていて、たまりにくくなったんでそろそろということで開封していく。何箱できた？5以上ある。最終的に何箱かお楽しみで。貯金箱を満杯にしたことのある人はどれほどいるのだろうか。この一致、なんとその数は5つ以上、しかも500円玉だという。エントリーナンバー1、リラックマの貯金箱。5万、5千円。小さいとはいえ、中身はすべて500円玉、気になる金額は。1箱目、5万9千円。おお、このサイズで6万円入るのかすげえな。一体、このリラックマにどうやって100枚以上500円玉を詰め込んだのか。しかし、まだ開封の儀は始まったばかりである。エントリーナンバー2、プリングルスたこ焼き味。大阪旅行の時に買って、捨てるのが忍びなく貯金箱とかした。13万、6千円。これが2番目書きたい。リラックマから容量が増加した一致式の貯金箱、期待が高まるすれないだが、果たして。2箱目、11万7500円。合計17万6500円。おお。両替量開こうぜ。プリングルス意外と入るんだな。リラックマの約2倍の量の金額であったプリングルス。10万円貯めようと思ったら、プリングルスに貯金をするのがいいのかもしれない。エントリーナンバー3、UFO キャッチャーで取ったチョコのお菓子の缶。8万、3000円。7万、5500円。どんどんでかくなってるな。一致の貯金箱は基本的にその辺にあるもので代用されている。このチョコレート缶もその一つだが、一体どの程度の金額になるのか。3箱目、17万8000円。合計35万4500円。売買ゲームのように増えてくな。ここまでで最大金額のチョコレート缶、すでに合計金額は35万円を超えてしまった。しかし、まだまだ一致の貯金箱は控えている。エントリーナンバー4、つぶみ。中からブドウのいい匂いがする。19万、7000円。14万、5500円。ただの缶ジュースの画像に対し、高額な値段を予想するスレミンたち。旗から見れば異様な光景だが、その中身を知っている人だからこそ、この値段になるのだろう。4箱目、12万5000円。合計47万9500円。すごいな、明日にでも遊びに行っていい？九州のどこかにいるのでかもん。今のところ、何に使いたいかとかあるの？それとも、通帳に移して貯金継続？今のところ使い道はなくて、とりあえず貯金かなと思ってる。コロナでこの先どうなるかもわからんし、子供もいるんで無駄遣いはできぬのです。貯金のコツとして、貯金する目的を決めるというのは昔から言われていることだが、この一致、明確な目標は決まっていないのだった。相当な根性である。エントリーナンバー5、独特な風味のするクッキー缶。20万、26万、9000。いかにもよく入りそうなクッキー缶に、予測民たちの金額も跳ね上がる。この缶の中に、少なくとも20万円以上が入っていると予測した。果たして、結果は。5箱目、21万1500円。合計69万1000円。ここに来て記録更新、なんと一つの貯金箱に21万円もの金額を収めていた一致。もはや貯金箱とかいうレベルではなくなってきた。エントリーナンバー6、エビオス城。私の健康維持のためのドーピング剤。25万、30万、2500。すげえな、どこまで行くんだ。ここまで来ると札にするのがもったいない。いよいよ本気を出してきた一致。瓶の中にはサプリメントの代わりにみっちりと500円玉が詰まっている。5箱目、21万9千円。合計91万円。次で100万円の大台に乗りそうだな。ゆうちょの窓口も困惑しそうだ。袋に入れたら底抜けそう。すごくなってきた。一気に100万円まで突入する勢いの一致。しかし、まだまだ序の口である。エントリーナンバー7、モンスターエナジー ×2。仕事中、元気になった気がするために飲むやつ。続いては我らのお供、モンスターエナジーがペアでエントリー。これは期待できそうだ。つぐみと同じくらいを想定して25万円くらいかな。7箱目、32万2000円。合計123万2000円。100万円を目前。湧いていたすれないだが、一致の本気はそんなものじゃない。余裕で100万円の壁を突破、その合計金額は驚異の120万円である。これが全て500円玉だというから驚きだ。いろんなもん貯金箱、にしてんな。エントリーナンバー8、ウェットティッシュケース。14万、5000。
16万2500。すげえな、めっちゃあるじゃん。一致からすれば、500円玉が入るものはすべて貯金箱である。ちゃんとした貯金箱を購入するも、それだけで満足してしまう人も少なからずいることだろう。そんな人は、ぜひ一致を参考にしてみてほしい。8箱目、224,000円。合計145万6,000円。もはや1ヶ月の収入クラスの貯金箱と化したウェットティッシュケース。合計金額は150万円目前である。そして、いよいよ最後のエントリー。エントリーナンバー9、白猫の貯金箱。かわいい。142,000。27万。ここに来て、まともな貯金箱の登場だ。サイズ感もいい感じである。果たして、どこまで記録を伸ばすことができるのか。こうやって取り出します。じゃあ、首もげはろた。並べていきます。こっち見てんね。自分の中に大量の500円玉を溜め込んでいた白猫。心なしか、目の前の500円玉の山にワクワクしているようにも見える。そして、結果は。9箱目、264,500円。合計172万500円でした。お釣りの500円玉が少ないのはお前のせいか。勘弁してくれよ。3441枚、約24キロ、すごい。一致が15年で溜め込んだ500円玉、それだけで172万円である。惜しくも200万円には届かなかったが、十分すぎる貯金であった。しかし、一致が溜め込んでいたのは500円玉だけではなかった。実は貯めたのは500円だけではなかったり。ということで、100円貯金箱も開封していきます。まだまだ続くよ。ここからは100円玉貯金箱開封の儀である。ダメ押しの100円玉ラッシュ、果たしてどこまで記録が伸びるのか。エントリーナンバー1、モーグリの貯金箱。まだ続く、だと。一箱目、3900円。500円玉と比べると、若干インパクトに欠ける出だしである。しかし、一致の蓄えはまだまだ残っている。エントリーナンバー2、猫が手を出して持っていく貯金箱。この金で何するんだ？今のところ未定だけど、今後子育てする中で使う日が来ると思う。二箱目、12,200円。合計16,100円。100円玉が161枚、ゲームセンターに持っていけば、十分すぎるほど遊べる額である。しかし、やはり500円玉と比べるスレミンが多い。だが、ここから徐々に流れが変わっていく。エントリーナンバー3、ダイソーで売ってるプラスチックのちょっとおしゃれな容器。3箱目、51,800円。合計67,900円。こうやって貯金できる人羨ましい。俺はあればあるだけ使ってしまう。人は貯金は大事だと理解しているが、それを実行に移せる人は珍しい。あったら使ってしまうのが、人間という生き物なのかもしれない。エントリーナンバー4、ハインツ、ケチャップ、の容器。4箱目、43,100円。合計111,000円。現時点で100円玉は1000枚を超えた。十分すぎる100円玉貯金、大抵の人はここら辺で満足するかもしれないが、この一致、まだ満たされていないのだ。エントリーナンバー5、毛染めの時に液を混ぜるための容器。5箱目、64,000円、並べた写真撮り忘れ。合計175,000円。エントリーナンバー6、ラムネのお菓子ボトル、UFO キャッチャー。6箱目、74,400円。合計249,400円。500円玉と合わせると、この時点で約200万円である。一体、一致の貯金箱はいくつあるのか。そして、一致の100円玉貯金はここからが本番である。エントリーナンバー7、クッキーか何かが入っていた缶。7箱目、101,000円。個別に並べていくのが大変なので、全部並べた合計の写真になります。合計349,500円。驚異の100円玉貯金10万円。額は同じでも、お札だったらここまでのインパクトはないだろう。そして、エントリーナンバー8、甲羅の検証で当たったおもちゃが入ってた缶。蓋を開けると、数えるのがとても大変。缶いっぱいに詰まった100円玉、数えるのが相当大変だろうが、見ているだけでワクワクする光景である。どんどん並べる。夢のある光景、果たして結果は？ドーン。8箱目、40万、6000円。合計75万、5500円。圧巻だな。1缶40万円の缶コーラ、合計金額は100万円目前である。しかし、100円玉だけで残り25万円を埋めるのは相当高い壁である。
惜しくも届かず、そういう雰囲気がすれないに漂い始めた。しかし、実はさっきのが最後じゃないんですよ。エントリーナンバー9、コントのラスト、なっちゃんの勘。甲羅勘より一回り大きいです。想像をはるかに超えてた。ここに来てラスボス登場。さっきの勘甲羅の一回り大きいなっちゃんは、もはやバケツレベルである。これは100万円超えが期待できそうだ。数えていきます。そしてついに、運命の時。ドドン。9箱目、45万、8900円。合計121万、4400円。多すぎだろ。なっちゃん強い。500円玉、172万500円。100円玉、121万4400円。総合計293万4900円でした。約300万近くか。普通にすごいと思うわ。自力で貯めたんだからこういうの変だけど普通に羨ましい。金額というか絵面のインパクトがすごい。チリも積もればというかなんというか。小銭だけで約300万、すれないは盛り上がりを超え。もはや圧巻され言葉にできないといった様子。いやすげえなこれ。数えた時めっちゃ疲れただろ。確か数えるだけでも、6時間かかった。中には、この莫大な小銭を1枚ずつ数えた一致をねぎらう声もあった。そりゃこんだけの年月貯めたらこの金額はいくんだろうけど、普通こんな長い間ずっと貯められないよ。俺も小銭貯めてるけど1年ごといくし。すげえわ一致。日本に流通してた500円玉と100円玉の 97% くらい今こいつが独占してると思う。道理で俺の財布に金が全然ないわけだ。見ていただいた方ありがとうございました。こうして、一致の15年にわたる我慢のお披露目会は幕を閉じた。塵も積もれば、と言葉があるが、今回の一致はまさにそれである。皆さんも、目の前の空き缶なんかに小銭を入れてみてはいかがだろうか。最後までご視聴ありがとうございました。なんだか貯金したくなってきたぞ、と思った人は、いいねとチャンネル登録、そして無理のない貯金をお願いします。